ずっと安全地帯に居続けろって。ずっと、ね、安全地帯にいればお前に何も起きることはないから、何も変化起きないから、よかったね。うんね、ずっとそのままでいれるから。ただお前はずっとそのままで居続けるんだよ。今のその殻に閉じこもった人生で今後一生生き続けていくんだよ。忘れるなよそれを。お前はそれを選んだんだよ。他人の目を気にして、人にどう思われるか気にして、殻から出ないって決めたお前はそういう人生を送っていくんだよ。本当にお前はそんな生き方していくの？今後一生お前は損をし続ける。人の目を気にすることによって自分自身を犠牲にしてる。自分の人生を犠牲にしてる。だって自分の取りたい行動が取れないんだもん。自分の取りたい行動を取ってない人生はお前の人生って言えるの？全部他人にどう思われるかに左右された人生。悔しくないの？自分の思うような人生生きれなくて悔しくないの？